ルミエクチャンネル。何これ大好評大好評妄想のコーナー妄想シリーズ妄想シリーズ。今日の妄想は何で妄想する？ルミさんね、うん、あのかつて任天堂にね、うん、任天堂スクエアエニックスにね、うん、あの魂を捧げてきたんですよ。あ、そうなんだ。そうなんです。ミサはドラクエが大好き。M リーガーを、うん、まあいるわけでは36人、うん、9チーム4人で36人いるから、うん、我々も込みで、うん、で1以外はパーティーを組んできたんですよ、うん、2、3、4、5、6、7、8、まあ、9はちょっとあれだけど、うん、なのでそのパーティーのね、役割みたいなのをちょっと考えたいなと思って、うん、いいですよ。いいですか、うん、ルミさんは魔法使いとかそういう話でしょ。ルミさんは絶対に魔法使い。あ、そうなんだ。魔法使いが好き。固定放題ポンですよ。ファミコン版ね、うん、勇者、戦士、武闘家、魔法使い、僧侶、商人、遊び人、賢者。はい、じゃあこのドラッグ S3 のファミコン版の職業をもとに各チームの選手を当てはめていくってことですね。そうですね。どこのチームから？いや、それはもう風林火山から。風林火山からですか。はい、ルミさんは魔法使い。勝俣健二は？勝俣健二はさ、賢者じゃないの？魔法使いかな。そうなんだ。魔法使いかな。ルミさん魔法使いに憧れる僧侶だったわ。ルミさん僧侶なんだ。ルミさんは魔法使いに憧れる僧侶だった。アキさん自分のこと僧侶だと思ってるんだけど。アキさん自分のこと僧侶だと思ってるの？僧侶だと思ってた。おこがましいね。アキさん何、遊び人？アキさんに僧侶なんか務まるわけないよ。そうなんだ。アキ、うん、さん何なの？アキさんはね、だって選手でも武闘家かな。え、武闘家なの？アキさんは全然あ、違う違う、アキさんは勇者だったわ。アキさんは世界を救うから勇者だった。勇者なんてそれこそおこがましいじゃないか。アキさんあのね、勇者はね何にもできないんだよ。そうなの？勇者は最初何にもできない。本当に勇者アキ、戦士ルミ、僧侶タカヤ、魔法使いケンジかな。ルミさんのパーティーはアキさんはアキさんでいいよ。アキ僧侶、ルミ遊び人、タカヤ僧侶、勝俣健二賢者あのと秋さんは思っている。肉の壁がないから、肉壁がない、蹂躙されて終わります。じゃあ相手順でいこうか。赤坂ドリブンズ園田健、麻雀賢者で言われているけどさ、商人みたいな顔してる、ね、しかもさ緑だしさ、うん、武闘家とね魔法使いが緑なんですよ、イメージカラーが。まあ、うん、あの装備がね。でもな、なんかメダパニとか使ってくるからな、魔法使いだな。そうね魔法使いかな。魔法使いかな。鈴木太郎。鈴木太郎ね、遊び人としか思えない秋田それはさ、なんか人となりからのイメージじゃないか。いや、麻雀も。まあそうね、遊び人かな。で、渡辺太志。太志は戦士だな。そうなんだ。俺は戦士なイメージ。太志は武闘家かな。武闘家かも。武闘家だ。武闘家だわ。武闘家。そうなんだ。武蔵は賢者かな。そうなんだ。賢者、いや僧侶かな。全然イメージ違うのね。違うね。ルミさんの太志は僧侶、ちょっと攻撃苦手なんですみたいな。そうなんだ。俺はもう攻撃が得意なイメージだから。いや、やっぱ戦士だな。太志は戦士。そうなんだ、はい、結構割れるね。うん。続いて浅見牧。浅見牧はね、秋さん武闘家ですね。こっちが武闘家だったわ。ああ、まあ確かに頭脳派の武闘家。じゃあ続いて角川さくらナイツ、うん、内川幸太郎。うちはね勇者だね。アキさんのイメージは。わかるすごいわかるけど、すごい勇者なイメージ。でもルミさんの勇者はアキさんだから。うちね、
勇者は世界に一人しか生まれないんだよ。いや、その世界線じゃなくていいです。その人のイメージだから。そうね、勇者かな。勇者、うん、世界救ってくれるかな。じゃあ続きまして、堀慎吾。堀慎吾、堀さんはね、イメージでしょ。麻雀のイメージで語っている、秋さんは。なるほどね、秋さんはずっと麻雀で考えてたわけだ。そう、そりゃ合わないよ。麻雀だよ、麻雀だもん。ゆみさんはだって人となりとか性格とかそういうところで。あ、そうなんだ。秋さんは麻雀で考えてた。舞踏家かな。うん、やっぱ舞踏家、私もね、うん、舞踏家かなって、うん。じゃあ続きまして、渋川ナンバー戦士かな。うん、まあそうね、うん、なんかそっち系だよね。うん、俺も戦士なイメージだな。うん、うん、攻撃と守備のバランスみたいなところで武闘家と戦士で、縦でこうやって守ってバーンって斧で殴る、うん、わかる。渋川さんは戦士、ヘラヘラしながら。じゃ続きまして、岡田紗友香。岡田紗友香か、岡田紗友香は可愛いからな。オカピーはな、見た目は武闘家っぽいけどな。でも女戦士の装備はすごく似合うと思う、うん、女戦士で見たい。岡田紗友香コスプレしてくんないかな。もう用意したら来てくれるんじゃないか。土下座して頼んだら来てくれるかな。土下座しなくても来てくれると思うくれるか。いや、オカピーも勇者のイメージなんだよな。そうな、女勇者、勇者。いや、秋さんは勇者。あのね、ドラクエ3のね、勇者の女勇者のね、装備は男勇者とあんまり変わんないからさ。いや、あの、知らんし、やっぱ女戦士かな。女戦士かな。うん、秋さんは勇者、戦士、ここは譲れない。じゃあ続きまして、渋谷部まず大井高春。魔王。スリーの職業の中でお願いします。スリーの職業の中、商人かな。やっぱり悪い商人だよ。もう悪い商人、もうみんなからお金巻き上げて。あー、なるほどね。悪いやつだから、もう牢獄に入れよ。イエローブ持ってきてもらおう。あの、藤田社長が渋谷アベマズなんだから、渋谷アベマズといえば藤田社長なんだから。で、大井高春と、もうそこはもうがっつりがっつりよ。じゃあいいですよ、高原は商人ね。高原商人、はい。続きまして、白鳥翔。翔ちゃんはな、魔法少女とか言ってるから、やっぱり魔法使いのイメージがあるはある。冥府の麻雀、魔法使いですね、翔ちゃんは。じゃあそれで、え。いいの、いいと思う。じゃあ続きまして、松本義弘。松は戦士だな、もう見た目で。そうだね。秋さんは松は戦士。なるほどね、なるほどね、うん、確かにそうかもしれない。いいでしょう、いいでしょう。戦士で、松本義弘は戦士でした。戦士でいいでしょう。続きまして、日向愛子。愛子ちゃんな、僧侶っぽい。僧侶っぽい。僧侶だね。見た目も僧侶っぽいし。あ、コナミ抜けてたね。コナミ麻雀ファイトクラブ。はい。佐々木久人。魔王じゃないか。真の魔王がいたわ。真の魔王がいたわ。武闘家じゃないか。いやー、あー、そうね。あー、でもなんか戦士っぽいんだけどな、マキさん的には。いや、武闘家じゃないか。なんか昔武闘家だったけど今戦士ですみたいな感じ。あー、まあまあそうだね。感じ。まもなくバトルマスターになります。はい、続きまして、滝沢和則で。滝沢和則は、滝はそうね、でも僧侶って感じじゃねえんだよな。僧侶でも魔法使いでもないんだよな。でも戦士でも武闘家でもないんだよな。残るは商人と賢者と遊び人と勇者ですけど。遊び人、まあ遊び人っぽい一面もあるっちゃあるけど、あるね、賢者ではねえもんな。商人ですか。商人、あー、まあ商人っぽくもないけどな。
勇者ですか。消去法で勇者になるのもおかしな話だよね。そうね、勇者はもうだって勇者って感じじゃないとさ、うん、でもそういう勇者がいてもいいかもしれない。確かに消去法で勇者、うん、あの商人がさ、早熟のさ、うん、なパラメーターがこう上がるタイプだとしたら、うん、勇者は大器晩成型なのよ、うん、最初何もできなくってこうレベルが上がってくるとすごい唯一無二みたいになる感じ、うん、デホマズンとか使えるしさ、うん、なるほどね、ライデインとか使えるしさ、じゃあ勇者でいいか、勇者でいいんじゃないか。滝沢和則は勇者でした。はい、続きまして高宮真理に行きましょう。ベルセルク、ベルセルク、レディー・ベルセルクは戦士じゃないのか。もうまさかバリの、うん、戦士でいいと思います。体験も振り回すね、はい、まあ、女戦士の服装も見てみたいし、来てくれないかな見たいな。いやでもあれだよ、高宮はほら昔魔法使いになりたかったって言ってたじゃん。確かに、だから魔法使いに憧れる戦士だね。あ、確かにそうかも、うん、じゃあ続きまして、伊達有沙。伊達有沙は麻雀だよ。もう伊達ちゃんは伊達イズ麻雀だから、なったばっかりの賢者って感じ。あ、賢者レベル1 賢者っぽい、うん、いいでしょう。伊達有沙は賢者でした。いいでしょう。セガサミフェニックス魚谷由美、勇者っぽいけどな、雰囲気は、雰囲気は勇者っぽい。じゃあ勇者、いいと思う。魚谷由美は勇者でした。勇者です。続きまして茅森さやか。茅森さやかは戦士ですそうなんだ、はい、まあ戦士だよね。茅森は戦士だと思う。戦士だと思う、うん、続きましてどっちかな、東条リオかな、うんうん、リオちゃんの方がむしろ武闘家っぽいけどな。勇者、戦士、武闘家だね。うん、もう力技で脳筋ゴリゴリゴリ。だから4人目、4人目で脳筋パーティーになっちゃうよ。どうしよう。だって4人目は完全に脳筋なんだ私の中でデイゴさんはどうですか。デイゴさん、でもな、デイゴさん僧侶だな。確かにデイゴさん僧侶だから、僧侶感ある、バランスいいじゃないか。バランス良くなっちゃったね、うん、勇者、戦士、武闘家、僧侶でしょ。すごいバランスいいじゃん。いいやん、いいやん。じゃあ続きましてチームライデン。チームライデンはじゃあまあ萩原正人からいきましょうか、うん、勇者かな。やっぱ勇者だな。勇者かな。勇者感が強い、うん、ちょっと強すぎる。続きまして瀬戸熊直樹。まあ戦士かな。でも熊さんも勇者感あるんだよな。あるね、あるけどちょっと勇者だな。うん、拭いきれない勇者感。うん、瀬戸熊直樹も勇者でした。勇者感強いわ。続きまして黒沢さき。黒沢さんはねやっぱ戦士かな。そうだね、うん、斧だね。斧ですね。斧の戦士。盾はない、うん、盾なんか持たない続きまして本田智弘。完全に遊び人だね。遊び人だねこれは完全に遊び人。勇者戦士遊び人、はい、早くレベル上げて早くレベル20になってってみんな思ってるんだろうね、うん、だからみんなでこう守りながら。本田くんの道具袋には薬草しか入ってないで続きましてピストジャパネックスと猿川雅俊。魔法使いじゃん。左が上です。魔法使いじゃん。確かにサルルンは魔法使いだね。魔法使いだね。魔法使いでした。どう考えても魔法使いだね。続きまして鈴木大輔。戦士だね。戦士だな。戦士だね。もう間違いなく戦士だね。うん、お小野派の。斧両手持ち。ダブルアクスみたいな。確かに。続きまして菅原ひろえ。ひろえはそうだな。武闘家かなイメージ。そうね。いや重たいっちゃ重たいからな。そうなのよね。戦士なのかな。戦士でいいっすか。いいんじゃないですか。戦士いいと思います。じゃあ菅原ひろえは戦士でした。続きまして中田かな。かなりはかなりはでも結構自由だからな。自由だね。麻雀は遊び人じゃないか。うん、遊び人見たい。わかる。かなりの遊び人見たいコスチュームかなりは絶対来てくれないだろうな。
じゃ続いて最後かな、U Next Pilots から小林豪。豪さん商人なんだよな。ああそうね、うん、そうだね、商人だね。俺は商人、うん、小林豪は商人でした。続きまして水原明奈。あ、好きなもう戦士、武闘家じゃないか。あー、まあ確かに足も速い、うん、確かに足も使うしな、うん、武闘家か、うん、武闘家だな。続きまして鈴木優。鈴木優戦士だね。あ、そうなんだ。優さんは本当になんかいろいろやるからな。優さんは魔法使いのイメージだけどな。そうなんだ、うん、魔法使い、まあそうね、確かに魔法使いだね。魔法使いですね、うん、で続きまして中林家。ジャガはね、賢者ですね。賢者だね、いいと思う。なんか結構その同じ遊び人でも魔法使い寄りの遊び人とか、うん、戦士寄りの遊び人とかって言うんだけど、まあ、魔法使い寄りの賢者みたいな。ユウさんの魔法使いも戦士寄りの魔法使いみたいなイメージ。わかりみ、魔法戦士な、うん、全てのチームの出揃いました。職業が出揃いました。この中からドラフトするの。はい、ドラフト、まあオリジナルパーティーを作りましょうと。でこれ勇者は必須ですか。必須ですよゾーマに挑むとなると勇者は必要ですね。勇者は必要、うん、誰しようかな勇者。ゾーマに挑む勇者だな。いやどう考えてもアキさんでしょう。俺は今2択で迷ってる。おっかだだな。おっかだ、おっかだにする。おっかだ、勇者おかだ。次戦士かな。どの戦士にしようかね。いやもうね、海沢は決まっている。二択だな。いや三択だな。捨てがたい、どれも捨てがたい三人とも連れて行きたい。そうだな、大輔で。お鈴木大輔いきます。かぶったね。マジ、うん、ルミさんもう即決だね。もうそんなの決まってるじゃん。もうこうかなり迷ったけど、他の2人も捨てがたかったけど、ここは鈴木大輔で。勇者秋、戦士大輔。勇者岡田、戦士大輔で。3人目誰でしょうかな。まあ、賢者は一人連れてくとして、もう一人を回復に振るのか魔法に振るのか攻撃に振るのか。マキさんは回復を連れて行きたいんだよな。レベルがマジでいくつかによるんだよな。マジで。ゾーマに挑む時ってレベルいくつくらいなんですか。だからそれがね、うん、そのだから、なんていうの、十分にレベル上げをする時間を取るか取らないかっていう話なのよ。平均的に30とか。いや37くらいでしたっけ。40前後ですよ。じゃあレベル40でいいよ。そう、みんな40にする、うん、あのだから勇者と賢者はレベル上がるのが遅いのよ、うん、で戦士は早いの、うん、だから戦士が40、みんな40。早いとか遅いとか知らん、みんな40みんな40だよ。みんな40か、うん、みんな40ね。 OK で賢者の石はいくつですか。1つですか。1個ですか。1個。じゃああれだな、ってことは勇者も回復がベホイミは使えるから攻撃に振ろうかな。40だとベホマズン使えないんじゃないか。僧侶を連れていくとしたらギリギリの戦いだな。僧侶がひなた38か。あ、ベホマズン使える。使える。よしよしよし。じゃあ僧侶いらねえわ。いらないの。ゾーマさんすごいよ。すごいやってくるよ。だってベホマズンと賢者の石あるんでしょ。でもベホマズンはあの消費 MP がちょっと高いから、うん、そんな何発もいけない。いけないのにゾーマさんガンガンやってくるよ。僧侶連れてくとしたら、だから日向大吾、秋松ヶ瀬、僧侶4人しかいないの僧侶、うん、せやん。え、秋松ヶ瀬日向大吾
送料いらねえな誰も連れていけない。大体だからさ、その4人パーティーってさ、うん、まあその攻撃と支援っていう風に分けるじゃない、うん、役割を誰に攻撃させて誰を回復にさせるかっていう感じでいくんですよ大体。もう賢者2人連れてこっかな。それは楽だね、うん、それは楽だ。結局賢者2人にするわ。賢者が賢者40でどこまで覚えたかな。伊達ちゃんと先生と40中林3人しかいないの賢者。そりゃそうよ、賢者は尊い職業。これは決まった。もう先生と中林連れてくわ。そうな、うん、やだな。やっぱりルミさんすごい。ちょっと2人目チェンジでルミさんは戦士が、岡田彩香が戦士なので、うん、大輔アウト、2人目大輔アウト、岡田インします、ね、いやの大輔の方がどう考えてもすっごい強そうなんだけど、うん、でも同じレベル40で同じパラメータであるなら、同じステータスであるなら、うん、岡田がいい。なるほど岡田と冒険したいわけじゃない。岡田が世界を救うところを見たいなるほど、うん、世界を救う勇者パーティーの中にいてほしいってことだね。いてほしい。いや見たい、ただ岡田の戦士姿が見たい。であと2人 OK 大丈夫決まってます。これはもうねしょうがないね、あの勇者戦士賢者はもうしょうがない。なるほど、うん、賢者一人縛りとかにしない限りはもう大体賢者2人入っちゃうから。じゃあ賢者一人縛りにする。あ、いいよいいよ。じゃあそうしよう、そうしよう。賢者2人、悟りの書一枚って言ったんで、そう、はい、だから遊び人は本当に何の役にも立たない何の役にも立たない職業となり果てました。ただいま。じゃあ秋さんの中ではルミさんと太郎ちゃんは何の役にも立たない。何の役にも立たないです。あと本田もか。本田もです。みんなで遊んでます、石投げたり。じゃあどうしようかな。僧侶、やっぱじゃあそうなると僧侶になるのか。賢者一人縛りになると好みかな。いや俺は戦士を連れて行きたい。迷った方の戦士を連れて行きたい。 OK OK OK。 じゃあ秋さんのパーティー発表するね。いいよ。勇者岡田、戦士大輔、戦士松本、賢者中林。この4人パーティーで世界は救われたやったなルミさんのパーティー、勇者アキ、戦士岡田彩花。うーん、俺の勇者が魔法使い白鳥翔、賢者中林。魔法使いなんだね。魔法使いだね。僧侶でもなく、僧侶でもなく魔法使い。魔法使いが一番後ろに行くの。魔法使いは一番後ろです。賢者は のある程度装備がね整ってくるんで。魔法使いね、いやー魔法使いかな。いやでもね魔法使いがいいな。そうなんだね。なんかアキさんの中では魔法使いはマジでなんか攻撃されたらすぐ死ぬイメージ。攻撃されたらすぐ死ぬんだけどねやっぱねピオリム使いたいんだよな。どうしてもピオリムは魔法使いなんだ。ピオリムは魔法使いやねん。アキさんは魔法を使うより戦士で殴りたい派そうね、アキさんは戦うを連打する派。そうね、戦う。じゃあ各々のパーティーができたのでこれで世界を救いましょう。レベル40か、救えるかなでも大丈夫、翔ちゃんはねちょっと遠くからねピオリムピオリムって言ってるから大丈夫じゃあ世界を救いきます。はい、はい、以上お願いします。